スまでのシーズンを終えた感想はいかがでしょうか。そうですね、久々のプレミアリーグでの試合はやっぱりレベルも高かったし、修正しないといけない部分が多かったので、すごくいい1年間になったと思います。はい、そしてこの最終節、フルセットまで行きましたけれども、勝利を呼び込みました。今日の勝因はどこにあったと思いますか。そうですね、もう先週の時点でファイナル3には行けないっていう中で、どうやって気持ちを持っていくかっていうのは大変で、その中でもメンタルを強くして、みんなで勝っていこうっていうことを決めて試合に戻りました。ありがとうございます。さまざまな思いが今組み上げていらっしゃると思いますが、共に戦ってきた応援団、そしてファンの皆さんに、それでは最後にメッセージをお願いいたします。リーグ最後まで本当に応援してくださってありがとうございました。さあ、勝利しました JT マーベラスからインタビューボードに VOM V リーグアブザマッチに奥村麻衣選手をお迎えしました。ありがとうございました。それではファイナル6、最後の試合、奥村選手に試合球にサインを入れていただいて、会場のファンの皆さんにプレゼントさせていただきたいと思います。それではこの試合球を受け取りたいという方、会場の中でぜひアピールをしてください。さあ、サインを入れていただきました。会場を一度ぐるっと見渡していただいて、いろんなところからのファンの皆さんの声援、受け取ってください。さあ、コートの女性、ナイスキャッチでした。 JT マンプラスから奥村選手、